チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯は鶏もものケチャップ炒めと鶏ハムのサラダと、鶏皮のポン酢、鶏ざんまいです。いただきます。チャオ、あっちゃんです。なんでこんな画面なんでしょうか。実は、昨日ね、晩ご飯を作ってキッチンで紹介してこっちに持ってきてさあ食べようと思って撮って終わった時にカメラの電源ボタンを入れるの忘れてた。よくって最近全然なかったんやけど、ちょっと昨日はねめちゃくちゃ疲れててね、朝起きから疲れてて、まあ寝不足もあんねんけどね。でまあ壮麗で疲れた疲れたって今日朝の壮麗で言ってたと思うんだけど、で昼ご飯もねもう疲れて何も食べる気もなくてお菓子食べた状態やったんやけども、晩ご飯はね、さっきまあのオープニングで紹介した通り鶏もものケチャップチーズ炒め、それと鶏ハムの、サラダで鶏皮のポン酢でお味噌汁は鶏皮でだしをとって、でそこにわかめを入れたちょっと濃厚なお味噌汁やってんけどもね、もうね疲れてで昨日ちょっと出かけてたのよ昼からね。昼ご飯食べた後子供にはねチャーハン作って食べさせて、であっちゃんはもうしんどくてねお菓子だけ食べて、でなんとか、ね、エナジードリンク飲んで出かけたんやけどね、めっちゃ疲れとってね。で昨日多分ライブなかったと思うんだけども、ライブする気力もなかった。気力ちょっとやろうと思ったんや実際。もう今本当にねあの収益厳しいからね、ライブもやってもうごめんやねんけどね、もう正直な話するけども稼がんとあかんから、動画とライブを増やしていかなあかん中、ここ数日全然動画も少ないしライブも休みが多いと思うんだけど、ほんま体力的にしんどかったね。でもうそれもあってね、まあこの鶏ももの、トマトケチャップチーズ炒めでこれをね2切れぐらい食べた。鶏ハム2切れぐらい食べたかな。でまあ鶏皮ちょっと食べて、もうそれだけ、もうそれ以上も食べられへんくってね。一応ご飯はお茶碗いっぱい、軽く一応お茶碗いっぱい食べたんやけど、もうめちゃくちゃしんどかったんで、でまあ鶏肉、ニンニク入れるの忘れてんやけど、それもねぼーっとしとってんけども、ニンニク入れてスタミナアップしようと思ってんけどもね。でまあそれがで、まあ、食べて一応まあ元気に、昨日はその後まあお風呂入って寝たんやけどもね、本当にしんどかった。でお風呂入った後元気やったらライブしようと思ってんけど、お風呂入ってね、お風呂1時間ちょい入って結局10時半過ぎたんよね。出てきてまだ頭も乾いてなかったしね、お肌のねあのスキンケアもしてなかったからライブできへんかったんよ。でもう早めに昨日は寝たんやけどね、ほんまにしんどくってね。だからしんどいばっかり言っとるけどね、ちょっと今日は元気です。だから、ね、ちょっと寝たからね。だけど声がね戻らへん、まあ、カスカスでねしんどいんやけど、まあね、そんな話はどうでもいいけど、晩ご飯動画ね、鶏もものねケチャップチーズ炒め、まあ要は鶏もも炒め、塩で炒めて、これね作り方の動画撮ったような気するな、作った動画撮ったと思うから、またあげます、キッチンの方で見てください。まあケチャップで鶏炒めて、ケチャップで炒めて、最後チーズをで溶かしてのせたみたいな感じやねんけど、めちゃくちゃ美味しかった。味はめちゃくちゃ美味しかったし、ありやと思います。で鶏ハムはね、その前日に作っといたの、鶏の、フライ作った日に一緒に作ったんやけども、まあ鶏胸2腹を使って、鶏胸の、2種類味、それのね動画もねどっかで上げ、今日上がってんのかな、明日になるかな、まだ作ってないね、まあ上げられたらあげます。でそれをねちょっと食べたんやけどね。で鶏皮ポン酢はもう間違いなくいつもの味、味噌汁のだしにとった鶏胸、そっちは鶏皮に、酢と醤油と、すだち汁で自家製ポン酢でねつけただけのもんやねんけども、これがまたね子供に好評でね、うちの子大好きなんでね。で鶏胸を出しときゃもう間違いないぐらい、うちの子鶏ももが好きなんでね、鶏ももがやっぱしっとりして美味しいしね。で鶏もももね、今はねロピアの鶏ももを使ってんねんけどね、今までうだみどりがあってんけど、うだみどりやめちゃったんでね、ほんと美味しい地鶏が手に入らんくなってんやねんけども、今ちょっと経済的にしんどいからね、地鶏買うほどちょっと余裕がなくってね、ロピアの2キロぐらいパック
2キロぐらい 1.6 から1.89 2キロぐらいまで入ったパックの 5枚入りのパックで79円やったかな、安いのよロピアを。でその鶏もんも使ってんねんけども、胸もねロピアの鶏もね使ってんねんけどね、またね自撮りに行けたら自撮り行きたいなと思うねんけど、なかなか収益が厳しいんでそこはね今ちょっと削り中なんやけど、でもまあロピアの鶏もんも鶏胸ねそんなに癖もなくね美味しく、やっぱりさすがにねもともとお肉屋さんだけのことあって、まあ、今は、重宝させてもらってんねんけどもね、まあ、作り方の方がね詳しくはあっちゃんのキッチン見てください。また、明日か明後日ぐらいに出すんでね。でねんけども、まあ、とケチャップとねチーズっていうのはもう最高の組み合わせ、もう間違いない組み合わせ。子供もね口入れた瞬間うまいことだからね。では美味しくってね、鶏ハムもねしっとり美味しく出来上がったんでね、まあ鶏三昧っていうことでね、まあ、あっちゃんの食卓ではよくある光景やねんけどね。まあ、鶏肉っていうのはやっぱりね体にもいいし優しい美味しいしね、だからあっちゃんちは 鶏肉を対応してるけど、子供鶏大好きやしね、だからこんな感じで、これからもね、またいろんな、ね、ご飯も作っていこうか思うんだけどね、こんな感じでね本当に疲れながらね喋りながらもう喋りほとんど喋れずね、いつも最近ちょっとテレビ見ながら食べててテレビばっかり見てるイメージやけどね、そのテレビばっかりじゃなくねもう本当にもう疲れてねテレビ見る気力もないぐらいぼーっとしながら食べてた。本当に昨日はしんどかった、今日もでもまだ完全じゃないんで引きずってんのは引きずってんだけども、毎日毎日ねエナジードリンクで自分ね奮い立たせて生きとってもあかん、最後またどっかに来るからなと思ってんだけど、ここ数日エナジードリンクで動いてたからもしかしたら昨日一気にそれが来たんかもわからへんねんけども、本当にしんどい時、無理な時、やばい時は休みましょう。あっちゃんも思いました。で、昨日はゆっくりぐっすり休んだんで、まあ今日はまだちょっと動ける。それでもやっぱあんまり完璧じゃないし、調子はよろしくはない。最高ではない。でも、昨日のこと思ったらかなり良くはなってきてるんで、まあこんな感じで、あっちゃんもね、やっていきます。で、昨日はね、本当に食べるシーンの動画がなくてね、今日こんなあっちゃんのね、どこ見とんねんみたいな。トークやねんけどね、目も定まってないと思うね、カメラ向いてなかったと思うね、考えながら喋ってるからね、本当にもう台本もなしでやってるからこんな感じになっちゃうねんけどね、まあ今日のね晩ご飯の動画は鶏ももの、ケチャップチーズ炒めと、鶏ハムのサラダ、それと鶏皮ポン酢、鶏皮でだしを取ったわかめのお味噌汁でした。いやー、また久々にこんな大ミスを犯してしまったあっちゃんでした。まあ、今日もね、これからもね、今日からまだ毎日ね、晩ご飯動画、昼ご飯動画撮っていくのでね、まあ、そんなね、カメラのオンボタンを押し忘れないように気をつけて、またこうご飯動画作っていきたいと思います。ということで、また、明日以降、またご飯動画が上がるんで見ていただければ嬉しいです。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯動画についてのトーク、よかったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。ごめんね、今日は動画なかった。